車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ東京でカスタマイズさせていただいた車を紹介します。紹介してくれるのはフロント石井くんです。はい、はい、ボンドショップ東京の石井です。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちらの前に、はい、石井くんだいぶ久しぶりじゃないですか。多分、ね、2年ぶりぐらいです、はい、というわけで久しぶりの石井くんでお届けいたします、はい、お願いします。で今回この車の紹介なんですけど、この車の紹介の前にオーナー様に触れてもいいでしょうか、はい、なんかさっきただならぬ発言を聞いたんですが、あ、なんか衝動買いで購入されたそうですこの F8 を衝動買いで購入、そうですね、行かれてますよね。そんなことあんの。僕は初耳です。しかもスパイダーですからねこれ車は当社では、はい、販売させていただいたものではないんですよね。ディーラーさんで、ディーラーさんですね。ディーラーさんでフラット行って、じゃああれ買っちゃおうみたいな。フラット行って衝動買いで購入されて、そのまま私に電話が来て、まあ、ホイールやりたいんだけどっていう電話だったので僕は2回聞きました。はいって言って正解、衝動買いですかってそのリアクションが正解です、はい、というわけでもう車もじゃあなんかそんなに予定してた感じでなく購入されて、まあ、車買ったからそのままカスタムしちゃおうっていう、はい、そうですね、まあ、購入されてからまだ1週間も乗ってないじゃないですかね。そのまま入庫してもらったんで、相当な重症患者様ですね、はいはい、というわけでそんなお客様の車をご紹介させていただきます、はい、でまずこれ色すげえことになってますね、はい、そうですね、一応純正カラーがビアンコセルビノっていうカラーで、すごく白いんですよ、うん、なんかメルセデスでいうと今のオパリスホワイトみたいな、うんうん、それぐらいの純白のボディカラー でそれをその上にステルスフィルムでフルでプロテクションを施工して、まあ、マットのボディにしているような感じなんで、なるほど、すごく綺麗な白いマットホワイトになってます。なるほど、じゃあこれ純正の白がこう透けてるというか、そうですそうですのマットのフィルムが貼ってある、うん、でしかもこれが全部貼ってあるんですね。全部です。一応まあそのもともとグロスカーボンのところとかはまあそのままツヤのあるラッピングで貼ってるんですけど、まあ、それ以外も全部保護できるところは全部保護してます。これ当然ボンネットもそうだし、フェンダーもバンパーも貼って、で気になるこのカーボンパーツ、はい、ここはこのグロスのツヤのあるフィルムで貼ってある、はい、最初悩んだんですけどね、そこもマットにしちゃうかどうしようか悩んだんですけど、まあでも内装もグロスカーボンで全部なってるし、そこはそのままでいいかなっていう感じで。なるほど、はい、でこれもう一つポイントなのはめちゃくちゃ綺麗に貼れてる、はい、でやっぱりこうツヤありからツヤなしに変えてるわけなんで、はい、こう隙間があったりすると目立っちゃうんですけど、本当に隙間とかもめちゃくちゃ綺麗に貼り込んでるんで、はい、元色というかツヤありの部分がほぼ見えない。そうですね。でここのダクトのところなんかどうやって貼ってるんだろうなと思ったら、ここを別パーツにしてめちゃくちゃうまく貼ってますね。そうです。多分本来だったらただのプロテクション施工だと多分その別パーツにしないはずなんですよ。あ、なるほど。ここの中まではわざわざ貼らないです。だここだけ抜いて貼ってるような感じですかね。なので本当に全部この折り返しのとこまで綺麗に貼ってるんで、ほぼそのツヤのあるとこは見えない。そうですね。だからこれ逆にツヤあるとこが残ってるとそこだけ目立っちゃう、うん、あ、かなり目立ちます。というわけで全面めちゃくちゃ綺麗に施工されてると、エンブレムトンコなんかもしっかり抜いてあった施工されてる。であとはポイントなのはこのヘッドライト、これも貼ってますよね。貼ってます。で本当によく見ないと分かんない。でこの辺はフェラーリは貼れるんですか。フェラーリは問題なく貼れますね。なんか車種によっては、はい、トップコートというか、うん、ヘッドライトのトップコートがダメになっちゃう車もあるみたいな。そうですね。その代表がポルシェさんじゃないですかね。なるほど、はい。まあ、その辺見極めが必要なんですけど、フェラーリはしっかり貼れるということで今回貼ってあると。でもう一個ポイントなのはここ、このヘッドライトの上のグロスブラックのところ、はいはい、ここも貼ってありますよね。まあ、もしかしたら飛んでくるかもしれないので確かにもしかしたらここも可能性ゼロではないので、はい、ゼロではないので、ここもしっかり、はい、あともう一個いいなと思ったのはこういうグロスブラックというかピアノブラックの部品、はい、まあ、この後見てもらう A ピラーだったりだと B ピラー、はい、同じようにこのプラスチックの黒い部品じゃないですか、はい、ここって磨き傷がめっちゃ出るんですよね。そうですね。すんごい跡つきますからね。だ普通に水洗い洗車しただけでもこう線傷というか磨いた傷がついちゃうんで、それ先に貼っといてもらうとその辺も防げる。そうですね。イメージチェンジもできて、まあ綺麗に車を乗り続けられるということで、はい、まあ、この辺はじゃあ
必須ですね。そうですね、もうぜひやっていただきたい。ガラッと変えたい方はこういうマットのフィルムとか、はい、あとなんか最近カラーのやつもあるんですか。カラーあるみたいですね。なんで今回みたいにこうイメージを変えつつ車を守るっていうこともできますので、うん、そうですね、まあ、その辺も一緒にご相談いただけるといいんじゃないかなと、はい、でじゃあ乗る準備はしっかりできました、はい、そんな車の足元も今回しっかり触っております、はい、こちらです。ホイールご紹介いただいてもいいでしょうか。はい、MV4 自動のサーキットシリーズ GR5 の V2 ってやつですね。これはめちゃくちゃかっこいいですね。そうなんですよ、もうフェラーリもド定番というべき、うん、昔のあの黒モドラみたいな、そうです、そうです、ホイールのオマージュってことですよね。そうです、そうです。でこういうホイールって各社いろいろ出てるじゃないですか、はい、代表的なところでいくと、はい、HRE の505だったりとかいろいろあるんですけど、 MV また違った感じ。そうなんですよ、もう言われた瞬間にこれつけたいなって思ってたんで、これだけはもうすぐに了承いただいて、はい、そしてもう一つポイントなのは、先に SNS で見たんですけど、はい、あの写真で見たのと全然違う。一見するとこの定番のこの人手というかこのデザインなんですけど、細かいとこ見ていくとここにこう、そうなんですよ、穴が追加されてたりだとか、あとはこのディスクの接合部のところにこっち向きで穴が開いてたり、あとディスクもめっちゃ出っ張ってるんですよね。そうなんです、結構複雑になってます。これすごいね。ただの5本のディッシュじゃないです。だ本当に当時のなんかオマージュ色が強いホイールもあれば、はい、このホイールみたいにもうなんか再解釈というか、そう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 、もう新たなオリジナルのホイールとしてデザインし直してるのもいろいろあったりして、そうですね、めちゃくちゃ奥が深いなっていう。そうなんですよ、面白いなと思って。そしてもう一点、このスポークの部分、もうスポークというかディッシュというか分かんないですけど、この部分の彫りもめっちゃ深いんですよ、はい、だここのデザインもホイールメーカーによって全然違いますよね。そうですね。であとは最近こう裏側まで削ってますよっていう機械がいろいろあるんですけども、はい、MV の場合裏側は削ってないんですよね。ただその代わりここがめっちゃ薄い。薄いですね。だから本当に裏側で見えないところで加工するのか、表ここを極限まで削るのか、うんうんうん、やっぱりそのメーカーごとのアプローチの仕方が違うなと。そうですね。でその名の通りサーキットシリーズなんで結構軽いみたいですよ。あ、そうです、一応まあ重量は測ってないですけど、多分よく持つ3ピースよりかは軽かったと思ってます。なるほど、まあ、純正がもともと結構軽いですからね。そうですね。なんで、まあ、3ピースになってるんで、まあ、構造が複雑になってる分多少は重量アップはしてますけど、はい、その辺も最小限に抑えてあると。でこれあと色がめちゃくちゃいいなと思ったんです。そうですね、シンプルにいろいろ考えたんですけど、もうここはシンプルにもうグロスブラックとサテンブラックのツートンでいいかなと。これいろいろ遊べるのは3ピースじゃない。あ、そうです、そうです。このディスクもそうだし、はい、まあ、アウター、もっと言えばこうインナーの色変えたりだとか、はい、このハードウェア、ここも触ろうと思えば全部触れるけど。そうですね、今回は全部黒いでしょ。もうシンプルに、ただ微妙に分けてるんですよ。分けてます。これディスクはディスクがサテンブラックで、センターディスクはサテンブラックで、はい、アウターリムはグロスブラックです。グロスブラック。そしてこのハードウェア、ピアスボルトは、まあ、もう単純にもうブラックで、はい、頼んでます。なんでちゃんと黒一色だけどこう立体感というか。そうですね。そしてここはそのあたりも言えばやってくれます。色入れてくれますね。まあ元々入ってるそういう文字に対して、まあ、今回赤入れてっていう形で赤入れてもらいましたけど。そしてキャップは純正キャップ仕様という。そうですね。あんまりやらないんですけどね、僕。ここも抜いてんじゃん。はい、これすごいね、はい、結構だからそう、本当複雑なんですよ。確かに、はい、これだから実物見るのと写真で、あ、フェラーリのオマージュのホイールだって見るのだと、はいはい、だいぶイメージ違うですね。そうなんですよ。そして出面も東京店ですからもうパンパンです。そうですね、はい、はい、そしてあとタイヤは今回これ新調してるんですよね。あ、そうです、ミシュランのパイロットスポーツ 4S で、はい、2553021、はい、こちらが装着されてます、はい、でタイヤの寝具合もちょうどいい感じがします。そうですね。そしてあと今回足元もなんか少し触ってるんですか。そうですね、足回りはダウンサスがロベルタさんのところ でなおかつリフターもロベルタさんで前後ついてますね。じゃあもともとリフターがない車。あ、そうです、そうで す, うです。なるほど。じゃあ純正リフターつけずに車外のリフターで、はい、そうですね。でロベルタ何がいいって、速いのと、はい、あとリフト量が純正より全然多いんですよね。かなり多いです。で特に F8 なんか後ろがめちゃくちゃ低いから、はい、純正ってフロントしかないけど、そうですね、車外のリフターつけると、はい、まあ、リアを上げたりもできる、まあ、やっぱり今のフェラーリ488以降そうですけど、リアディフューザーかなり低いんで、もうあんまりフロントだけっていうのがなかなか難しいですよね。フロント上げたところで後ろが低いので、まあ、必然的にちょっと前後になってしまうかなっていうのがあるんですけど。じゃあもうその辺慣れてる方はあえて新車でリフター選ばずにっていう方も
はい、後付けのリフターを選んでいただいてもいいのかなと。そうですね、はい、こんな感じで。おう、衝動買いと思えないな。いや、そうなんですよ、セットアップと、はい、パーツ選定なんですけど、すべて衝動買いに入りますからね、これはもう。そうとは思えない、はい、こんなラインナップになってると。そしてあとは本当によく貼れてますね、これ。あ、もうすごい綺麗です。あの、動画なんで取り繕ってるわけじゃなくて、めちゃくちゃ綺麗に貼れてるの、はい。一応プロテクションは型で切って貼るじゃないですか、はい、だから通常のカラーラッピングのフルラッピングみたいにその全部を覆えるわけじゃないので、その型をやっぱりなんていうんですかね、貼る、きちんと貼る技術というか、確かに際まで貼るっていうのはやっぱりその、まあ、職人さんの腕の見せ所なんじゃないですかね。あの、普通のフィルムより厚みがあるんですよね、プロテクション。そうです、そうです、そうです。なんであんまりこう融通が効かないというか、はいはい、だから逆に技術が必要、はい、で細かいところで言うとこういった部分、はい、もしっかり、しっかりと。だここもめっちゃこう磨き傷が残りやすい。つきますね。というわけでこの辺なんかもフィルムを分けてしっかり貼ってあると。であとはこのドアノブ、はい、ここも貼ってあるのよ。そこも貼ってあります。でしかもこの内側も貼ってあるの、はい、で内側結構こう爪で傷になったりしますけど、はい、 そうですね、その辺先に貼っといていただけると、はい、特に女性の方でこう爪がなかったりすると傷つけちゃったりするので、はい、そこであっていうぐらいだったら先に貼っといていただいた方がジェントルメンな感じかなと、はい、そしてあとはここ、そこはね、はい、そこはあの僕やらなくていいかなと思ったんですけど、ちょっとお客さんのご希望があって、なるほど、同じようなサテンホワイトのフィルムでちょろっとラッピングしてます。でもここちゃんと消してるか消してないかで横の見た目が全然違うと思う。そうですね。で特に最近あの鍵穴残ってる車も少ないですよ。フェラーリ未だに残ってるんで。そうですね、まあ、その辺触ってあげるといいのかなと、うん、であとはスパイダーなんでこの辺だったりこの辺だったりも、はい、全部プロテクション、はいはい、しっかり車が守れてると。え、もしかしてここも貼ってんの？貼ってるはずですよ、そのあたり、はい、このエンジンフードのカーボンパーツもしっかり貼ってると、はい、そしてこのエンブレムは一回剥がしてペイントしてます。ペイントしてフィルムの上に貼ってる、はい、フィルムの上に貼ってます。なるほど、はい、というわけでこの辺抜いたりもせず本当にだから言わないとわからないぐらいのそうですねクオリティで貼られてると。で当然このリアの複雑な形状もわすごい全部貼ってある。この後ろも全部貼ってある。そしてこのフェラーリエンブレムだけはこれ抜いてるんですよ。抜いてます。そこはちょっと外すと大変なんで。確かにこの足とか尻尾とか絶対折れるやつですね、はい、そうなんですよ。というわけでこの辺はリスクがあるんでしっかり抜いて貼ってると。はい。であとは後ろちょっと戻りますけどホイール後ろもまたこれ雰囲気違いますね。そうなんですよ。やっぱり 12.5J なんで。あ、これ 12.5J なんですこうフロント1インチアップの22インチ、はい、でフロントと違ってもうすごいリムがついてる。そうリムついててなおかつちょっとやっぱコンケーブもフロントに比べるとしてますね。確かにディスクもちゃんとコンケーブしてる、はい、だから全然またフロントと違った印象で、うん、そうなんですよ、はい、すごい新しい感じがします、はい、そしてデズラもバッチリですね、はい、というわけでこんな感じに仕上がってます。そしてあとは後ろ特に触ってはないんですよね。そうですね、もう後ろは本当に純正のままですね。問題がだからこれですよね。あ、そうです、はい、特にこちらの車みたいにこうカーボンになってると、はい、こうやっちゃった時に高いんで、まあ、F8 ちょっと48H より高いんですかね。あ、多少そうなんだ。なんかそんな感じがしますけど。でも車止め絶対ダメじゃん。ダメですねなんでこの辺はもう気をつけてもらうプラス、はい、まあ、リフターで、そうです、まあ、使い勝手悪くならないようにしていただくのがベストかなと、はい。まあ、ただ注意した方がいいのは、まあ、リフター上げっぱなしも大丈夫なんですけどあまりおすすめはしないそうです。やっぱり。あ、そうなんだ。そうです。必要な時だけ、必要な時だけっていうのが基本ポイントで使っていただくのがいいんじゃないかな、はい、こんな感じになっております。はい。じゃあ最後になりますけれども、はい、あの衝動買いとは思えないあの車と改造でした、はい、衝動買いの F8 です。なるほど、まあ、そういったご用命もいただければ、はい、そうですね。急遽、はい、急遽車いじるとそうです、そうです。だからもう本当にだろう、いつぐらい11月ぐらいに言われてご注文いただいて、でもうホイールもその時に MV でオーダーしたんで、まあ、うまくいけば1月中にはできるかなっていう感じだったんで本当に1月中にできましたね。その間ずっと預かりっぱなしです。でそういった急遽のあんまりそれ聞かないですけど、はい、そういったのも対応できますし、そうですね、まあ、乗る上で、まあ、ここやっといた方がいいですよとかっていうアドバイスもできますもんね、はい、そうですね。というわけで、まあ、フェラーリに限らず、はい、まあ、こういった希少な車だったりだとか、はい、まあ、あとは乗り続けるような車、ぜひ石井君にご相談いただければ、はい、いろんなものが提案できると思いますので、はい、ぜひお問い合わせください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS の
フォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。